ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 カタールグランプリ終了後、 F1 が投げかける疑問とはの話題です。猛暑のカタールグランプリを終え、 F1 はいくつかの疑問を投げかけている。木曜日に中東の会場に到着したフェラーリのカルロス・サインツは、砂漠の暑い季節にカタールへ遠征したことは F1 にとって間違いだったと語った。来年は別の日程があるのは知っているが、そう、スケジュールのミスだと木曜日スペインの記者たちに語った。ワールドチャンピオンのマックス・フェルスタッペンも、行く前に気温を見て正直言って楽しみじゃなかったと同意した。日曜日には彼らの予言が的中し、多くのドライバーが体調を崩し、3ストップ作戦を強行した結果、 F1 のもう一つの失策であるタイヤを破壊する縁石に見舞われた。カタールは全面的に改修されたばかりで、F1 はそのモルモットだった。新しいアスファルトはまだ全ての油分を汗で洗い流している状態だったとフェルスタッペンは言う。だから初日はただ滑っていただけで、スポーツとして少しバカに見えた。多分将来のために考慮すべきことがあるのだろう。ルーキーのローガン・サージェントは重度の脱水症状で日曜日のレースをリタイアし、ランス・ストロールは視力障害に苦しみながらアストン・マーティンから降りて、よろよろと救急車に向かった。体が冷えなかったんだとアルファロメオのバルテリ・ボッタスはビアプレイに語った。サウナから出られないような感じだった。ジョージ・ラッセルはストレートで必死に体を冷やそうとして手を使わずに運転しているところを目撃され、エステバン・オコンはヘルメットの中で2回嘔吐したことを認めた。息をするためにバイザーを開けなければならなかった。車の中は地獄だったよとオコンは語った。シャルル・ルクレールは、これは限界を超えていた。もしまたこのようなコンディションになったら、何か対策を考えなければならないだろうと語った。ランド・ノリスは表彰台を獲得した後、暑すぎたし危険すぎた、このことについては話し合う必要がある、このような結果になったのは残念だ。FIA はすでに来年のカタールグランプリが12月に開催されることを決定し、暑い季節が終わったことで日程の問題に対処している。しかし今年に関しては考えておくべきことだった、そもそも起こるべきじゃなかったとノリスは語った。マックス・フェルスタッペンに次いで2番手につけたオスカー・ピアストリは、 F1 は実際にはもっと悪くなってもおかしくない状況で逃げ切ったと考えている。木曜日は今日より4、5度暑かったと思う。そういう意味ではこれ以上悪くならなかったのはラッキーだったのかもしれないねとピアストリは語った。明らかに僕たちには話し合いが必要だ。今週末からいろいろなことを考えたよ。 F1 カタールグランプリ終了後、 F1 が投げかける疑問とはの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。